ためには手段を選ばず、 K1 の切り込み隊長レネローゼ、身長2メートル2センチ、その長い手足を生かしたパンチとキックは桁外れの破壊力を誇る。時に冷酷とまで言われるファイターがロマネックスのリングで狙う首は、青い目の侍、史上最年少でアメリカプロレス界の頂点を極めたジョシュ・バーネット。プロレス最強伝説を信じる彼にとって異種格闘技戦は望むところ。満を持して K-1 のリングに初参戦。102cm 105.2kg、ホームランステップストリートファイター、レネローゼ。 K-1 の切り込み隊長レネローゼ。 191cm 116.7kg、 The 10th King of Pickles Open Vision Champion、 ジョシュ・バーネット。プロレスこそ無敵、ジョシュ・バーネット。この試合解説は谷川貞治さん、そしてゲストに高山義弘さんをお迎えします。さて谷川さん、これもプロレス対 K-1 という、そうですね、まあレネローゼはどっちか言えばですね、 K-1 ファイターでもあるんですが、総合向きの選手なんですね。ステイコーナー、1ラウンドのゴングが鳴りました。このレネローゼが少し挑発をしていましたが、さあジョシュ・バーネットがパンチでいく。レネローゼはもう本当にストライカーであるんですけど、本当に喧嘩ですよね、そうですね、ベースはストリートファイトですよ、バーネットもですね、まあ、会見の時に相手は喧嘩ファイトで来るだろうと、うん、しかしこちらはプロレスでも何でもやってると、うん、何でも迎え撃つというふうに話していました。さあこちらニュートラルコーナーで組み合っています。ジョシュはこの総合格闘技界の中でも本当世界の5本指に入るようなもうテクニックとか実力があると思いますので、はい、高山さんもそういう点ではこのジョシュ・バーネットには注目されてるんじゃないでしょうか。まあ前回のセームシルトロープを掴んでは反則です、ロープを掴んではいけません。反則です、ロープを掴んではいけません。このレナローゼ、前回の安田戦でもちょっとロープを掴んでね、マウントを取りに行くという、ことがありましたが、ロープを掴んではいけません。ロープを掴んではいけません、レネローゼ選手イエローカード、警告1枚目です。この警告が3枚になると失格になってしまいます。早速この K-1 の反則男、このレネローゼに警告1枚、レフェリーも非常に厳しい顔をして、まあ、警告を与えました。さあ本当にストリートファイトですよね。そうですね、さあパンチを繰り出していく、狙ってますね、パンチ前ですよ、はい、パンチ前ですね。今の青コーナーに打ちました、バーネットのパンチ、バーネットというかレネローゼが、バーネットが突進してくるのパンチのうまさは本当天下一品ですね。はい、さあ上さんマウント取るか、ここからは女子のペースです。マウントポジション、マウントポジション、さあ女子が上に打って右に左にパンチを繰り出す、マウントを取っています。現在ジョシュ・バーネット、プロレスを代表してジョシュ・バーネット、ポジションが悪いんですけどね、はい、本当体勢はもう完璧ですね、ジョシュの方は、はい、さあロープにはレネローゼを追いやっていますが、さあギロチも入ってますよ、ギロチもそうですね、左手でギロチも入ってましたが今崩しました、ちょっとロープがね、この辺がねレネローゼが老化なんですよね、ロープをうまく取り寄して、そうですね、入れていく。しかしこれも重いパンチが入ってますよ、バレット。さあパンチが入ってる、パンチが入ってる、レフェリーが止めた、レフェリーが止めました。ジョシュ・バレット鮮やかな勝利、 K-1 の切り込み隊長レネローゼをあっさりと下しました。止めるのは早いって言ってレネローゼが怒ってますね、そうですね、かなりレネローゼが興奮していますが、いや吠えていますジョシュ・バーネット。ジョシュ・バーネットとしてはね、スープレックスなんかで投げたかったと思うんですよね、はい、それが今回のテーマだと思うんですけども、はい、やっぱレネローゼのね喧嘩殺法というか、はい、ペースに頭きたんですよね、あとレネローゼ意外と腰重いと思いますね、ロープ際でお尻タックルいったんですけど、なかなか崩れなかったと思います。
これどうですか高山さん、最後このパンチ意識飛んでませんか。これは飛んでますよね、それが分かってるからなんだかんだ言って抱きついてサンキューって言いに行ったんじゃないですか、本人は分かってるんですよね。完全に意識が飛んでバーネットがさらにパンチを繰り出すというこの馬乗りになってマウントからのこの攻撃、凄まじいものがあります。女子バーネット、まさにプロレスの誇りとしている女子バーネットが見事にこのレネローゼ、 K1 の切り込み隊長レネローゼに勝利いたしました。うまいですよね、的確ですよね、はい、パンチ打つのがね、やっぱり女子はこういうところはうまいですね、 UFC チャンピオンだけではありますよ、で、しかもですね、もう決まるなという時はもうこの連打ね、はい、一気に決めるというか、これで見事にこの安田のリベンジを果たしたということになりました。ジョシュ・バーネット、見事にジョシュ・バーネット、青い目の侍が K1 の切り込み隊長レネ・ローゼを1ラウンドで下しました。